淀ド城。淀ド城は、京都府京都市伏見区、農祖北白堀にあった、日本の城。那須所は、木津、桂、宇治の三河が合流するポイントの北岸にあたりに、築城され、三面を川に囲まれた天然の要岩で、古くからの商業地、淀の中核都市であった。この城の文献上所見は、東院年中行事の文明10年。 1478年8月1日に、とあり、山城の守護所として記されている。守護、畠山正長が、応仁の乱に、西軍の畠山義成に備えるため、守護所を、昇竜寺城から東城に移したのではないかと思われている。その後、明王2年、1493年以降に、細川氏が山城を掌握すると守護大級の悲観によって守衛され、 摂津と河内のおさえの城として使用されてきた。1504年、永正元年に入ると、赤沢友次と、細川正元が対立するようになる。正元は、同年3月9日に、摂津守護大の薬師寺源一に、巻頭城に向上するように命じたが、赤沢軍は600、700兵を従えて、城から撤兵したようである。それを知った、畠山久信軍は、 牧東城と並び交通、軍事の要所であった淀ド城を向上してきた。細川軍は神保与蔵左門のお城主としていたようだが、薬師寺源一、薬師寺長田兄弟、香西元長、内藤軍も入城させ、畠山軍からの攻城戦に備えた。この時別の局面が展開される。細川軍に属していた薬師寺源一が、正元の養子。 細川澄元を擁立し、正元に謀反を仕掛けた。これにこうした山城国人衆と牧東城から赤沢軍が援軍として淀古城に籠もった。しかし、元一の弟長忠は、細川軍に属したまま、兄と田本は勝ち、香西元長と共に淀古城を工場、淀古城は細川軍の手に落ちた。 淀古城にこもっていた、篠宮長吉は自害、元一は捕らえられ、同年9月20日経で自害、赤沢友もは、山和へ敗走した。この戦いが契機となり、畠山氏と細川氏との対立が本格化、山城、河内、泉、摂津、山和に戦線が拡大していく。この戦いでは、細川軍に属した、薬師寺長忠田田、香西元長であったが、 三年後の1507年、英章四年で、英章の桜んで正本を暗殺、正本のもう一人の養子、細川澄之を擁立したが、すぐに、住本一派に反撃され、清野と共に戦死した。その後、細川氏の悲観が代々淀ド城を治めて、いたが、細川政権から三好政権に移っていき、1559年、栄六二年には、 三好長慶が機内を統一すると、淀子城も、細川氏綱が城主となったが、1564年、永禄7年に、氏綱が死去すると、長慶の老いにあたる三好義継が城主となり、ついで、松永久秀法の武将が城主となったようである。しかし、1566年、永禄9年7月に、昇龍寺城と共に、三好三人衆軍に向上されると、 三好長一方の金子坊が上手となったようである。1568年、六十1年に、織田信長が上落を果たすと、淀子城も、織田軍の焼き打ちに遭い、落城してしまった。1573年、元気4年2月に、信長と対立していた十五代将軍、足利義明は、反信長を決意し、二条城で、自ら兵を挙げた。しかし、 信長の動きも素早く、岐阜城を出発、二条城を行為した。この時は、大木町天皇の勧告により二条城を信長に、明け渡したが、同年7月に、牧頭城に籠もり再び、信長討伐の兵を挙げた。吉明の要請に応じたのが、三吉三人衆の一人、岩成智道で、淀ド城に立て籠もったが、牧頭城が、織田軍に向上され、 巻東城の戦い、吉明は二人の執子を入れ降伏し、河内に逃亡した。一方、淀古城に立てこもる岩成軍に対しては、木下秀吉、橋場秀吉隊が大した。秀吉は計略を巡らし、淀古城の番頭をの上、吉本、諏訪飛田森蔵須村を味方につけた。さらに信長は、近隣の昇龍寺城上主。 細川藤高に出軍を明治工場軍に加わった。これに対応するため友道は、淀ド城を出軍し奮戦したようである。防御施設が整っている城からわざわざ撃って出たのは、万刀井の神、諏訪山室村が強く進言したためと言われている。友道は奮戦したが、最後には、細川藤高の家来下津県内に首を取られた。首は、 大江の高島に出軍中の信長のもとに届けられ、比類なき働きに過小し着ていた同意をかけたと、信長後期には記されている。1582年、天正十年六月の本能寺の変の後、金見狂気によると、明智光秀が淀ド城を改修したと記録され、秀吉と光秀の山崎の戦いでも利用された。秀吉の天下となってからは、1589年、 天正十七年三月に、秀吉の弟、豊臣秀長が、淀ド城を改修し、秀吉が、即室茶々に与え参助とした。これにより茶々は、淀殿伝と呼ばれるようになる。この城で、鶴松が生まれるが、1591年、天正19年に死去してしまった。鶴松が死亡した後は、老いの秀次が秀吉の養子となるが、淀殿伝が秀りを産むと秀吉と圧力が生じ、 1595年、文六四年、切腹。過労でこの城の最後の城主であった、木村茂ここも、連座、城も、廃城となった。淀ド城は、水陸交通の要害として、牧東城と並ぶ山城国楽なのに、大軍事拠点の一つであった。また、西国方面の海産物の集荷市場、魚市場があり、対岸の山崎城と並んで、 京都の要害で、淀古城の東側には現在は存在していない、小倉池が広がっていたと思われている。1890年、明治23年の測量の仮製図によると、堀跡と那須書集落の東側に土類が記載されていたが、現在跡地には、宅地下、工作地、京都市立那須書小学校が建っており、唯一妙教授に石碑が建つのみで、北白堀や、 小児城堀という地名が、わずかにその面影を止めている。淀ド古城については、数多い歴史があるが、近隣の淀ド城と違って城郭は、不明な点が多い。天守に関しても詳細は不明であるが、狛前日記には、淀ド古城の天守が存在していたことが記載されている。淀ド古城が、廃城の後、多くの資材は、伏見城建築に使用されたようである。 またその後ヨド城追記の際には、その伏見城から資材が流用された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。